古町の夢。おーらい、おーらい、よし、頼んだ。もうすぐ完成ですね。何しろ遊園地の子供列車でしょ。勇者特急隊のデザインを参考にして良かったみたいですね。これならきっと子供たちも喜んでくれますよ。イメージぴったりだと遊園地側でも大好評だよ。それで2号のパーツデザインなんですけど、今度入った内藤ルンナ君だよ。あの子は明るくて元気はつらつ働き者、いい嫁さんになるぞ。はい、ランチの方。はい、次はビランチ。ちょっと待っててよ。これ食べて。さっきのお詫び。でも僕 A ランチが。肉じゃが好きでしたよね。よく知ってるね。浜田君のことなら何でも知ってるわ。8月10日生まれ、獅子座の B 型、現在16歳、165センチ、60キロ。あんまり痩せてるより優しそうで好き。特技、学業全般。将来の夢、漫画家になること。どうやって調べたの？ちっとも気づいてくれなかったけど、いつも見てたのよ、浜田君のこと。あ、僕の。早く食べて。うん。どう？うん、おいしいよ。練習した甲斐があった。練習？明日1時、遊園地の入り口で待ってるからね。可愛いんだけどな。積極的というか、なんというか。どうしよう。うわ、肉じゃが持ってきたの。男の子は元気が一番。しっかり食べて。あ、それ私でしょ。ダメ。見せてよ。まだ書きかけだから。じゃあ今度ね。明日1時忘れないでよ。お待たせ。服迷っちゃって、ちょっと無理があるかな。うん、かわいいよ、すごく。本当？よかった。さ、早く入ろう。ちょっと待って、チケット。出てこい。ただいまと。あら、だーやったやったやった。私ね、遊園地に来たの初めてなんだ。本当？
夢では来たことあるのよ、何度も。おかしいでしょ、遊園地が夢だなんて。ううん。誰にでも夢を見る権利ぐらいあるはずよね。この世が夢なのかも。綺麗だ。え？あ、見せて。まだダメだよ。うん、いいから見せて。上手。でもみんな書きかけね。私ってそんなに難しい？だってルンナちゃんは蝶々みたいなんだもん。蝶々？うん、書けそうな気がするんだけど、捕まえようとするとパッとどっかに飛んでっちゃうんだ。蝶々か。これ大阪室長でしょ？うん。これは開発の長沼さんと平田さん。あったり。あ、それは今みんなで作ってる遊園地用の列車のスケッチ。勇者特急隊を真似して描いたんだ。どうしたの？あ、花火だ。綺麗だな。校長よ、守備は？般若丸様、残念ながらまだ確認はできておりません。マイトガインの本拠を暴き出すのがお前の使命。あれほどの巨大ロボットを修理できる場所はそうはない。そのためにお前を送り込んだのだぞ。申し訳ございません。お前は将軍御船配下のくの一胡蝶だ。そのことを忘れるでないぞ。は。任務のために全てを捨てる。それがくの一の血の宿命だ。分かっておろうな。重々に。吉報を待っておるぞ、胡蝶。街を荒らさせはしない。逃げるならなぜ？一体何のつもりだ？を帯びてる他は特に変わったところはないようだね。どうも引っかかるな。やはりここがマイトガインの本拠地。一体何のためにこんなものを。浜田君、どうすりゃいいのさ。どうであった課長。般若丸様、青戸工場はマイトガインとは完全に無関係でした。校長、
この白骨丸たちを手引きしてもう一度アウト工場を探れ。そしてマイトガインの有無に関わらず工場を爆破せよ。しかし忍びに情けは無用。これも修行と思え良いな胡蝶。このコードを切れば警備システムは作動しない。そうすればこの工場を破壊することなどたやすいこと。なぜだ、なぜ迷う。お前はくの一、おきてには逆らえない。いつまで夢を見てるんだ。胡蝶めでかしたぞ。いやいや、あたしについておいで。胡蝶、もうよい。今回のお主の役目は済んだ。あとはわしらに任せい。なんと、とくと見ておけ。なぜ私を無視するのだ。ハンニャマル様は私を一人前と認めてくださらぬのか。そんなこと明日に回せばいいじゃないか。チェックするだけですから。浜田君、付き合う身にもなってくれよ。浜田君、浜田君がなぜこんな夜中にここにいるの。マイトガインの有無に関わらず工場を爆破せよ。浜田君、侵入者発見、侵入者発見、侵入者は武装している。申し訳ありません。まあ良い作戦を早めるだけのこと。やり。はっ。なんだ。放射が失調、武装した侵入者です。なぜ警備システムが作動しない。マイトに知らせなきゃ。行け下人ども、マイトガインの隠れ家を暴き出せ。バカな、どこから。ここは奴らの本拠地ではないのか。うれあれは急速合体だ。了解。銀の翼に望みを乗せて、おもせ平和の青信号、勇者特急マイトガイン、帝国通りにただいま到着。何をしている。ここはただの車両工場。
マイトガインとは何の関わりもない。見つかってしまった以上早々に引き上げよう。何をしていると聞いておるのだ。ルンナちゃん、ルンナちゃんを離せ。ガキが。ルンナちゃんを離せ。バカめ。あったぞ、隠し通路だ。拙者は将軍御船の配下般若丸、お手合わせ願おうか。何が目的で青戸工場を襲うんだ。愚かな、貴様を倒す以外何の目的があろう。マイトガイン、覚悟。とうとう見つけたぞ。ここがマイトガインの本拠地だ。般若丸様にお伝えしろ。はっ。これ以上あんたたちに勝手な真似はさせないよ。胡蝶、何の真似だ。あたしは胡蝶なんかじゃない。ナイトールンナよ。だ、未熟だな、マイトガイン。それ、はっ。はっ。はっ。出たかば。裏切り者には死あるのみ。いくら耐えたとて時間の問題、蒸し焼きになるまでよ。ルンナちゃん、ありがとう。浜田君、いい夢を見せてもらった。というやつに、胡蝶か。あの時のロボットまで。胡蝶、マイトガインにとどめを刺せ。ダメだ、避けられない。何、仲間割れか。胡蝶は、裏切りおったな。今のうちに早く。グレートマイトガインパーフェクトモードだ。了解。キャノン発射。
い、ランチお待ちど。ありがとう。あの子どうしたんだい？ルンナちゃんって言ったっけ？あの元気な子。フラッと来てフラッといなくなった。不思議な子だったな。まあそのうちまたフラッと来るかもしれないよ。はい、工場長の特製カレーお待ちどうさま。将軍御船が大江戸ランドの独立を宣言した。捕まえた観光客を国民にして御船の考える正しい日本人の生活を強要するのだ。しかしそんなデタラメな政治が許せるものか。勝負だ御船、今日こそお前との決着をつけてやる。次回、勇者特急マイトガイ、大江戸ランド独立宣言。正義の力が嵐を呼ぶぜ。